ハイキングウォーキングは、吉本工業所属のお笑いコンビ、ラゴリスターズのメンバーの一組、通称ハイウォー。芸風は主にコントだが、漫才や一発芸なども披露する。鈴木久太郎、1974年8月14日対、主にボケ担当。松田博正主にツッコミネタ作り担当。エンタの神様で披露していたネタ。 鈴木がフンスルブサイクで気持ち悪いのになるシストな女、ブスデンキモゴの発言に対し、松田フンスルバーの店員がトレイでキモコを殴って突っ込むというもの。初期は小さなメニュー表で突っ込んでいたが途中から金属のトレイに変わり、後に大きめのメニュー表で突っ込む形となった。短時間でできるネタとして、主にテレビで披露しているネタ。鈴木フンスル。 キャラクターミスタースズキックスがミスタースズキックスのスーパーイリュージョン賞と宣言後様々なスーパーイリュージョンを行うがほぼ失敗し松田に突っ込まれる。ネタ終了後すいませんでしたと松田が謝って締めるのが定番。ジーパンを手を使わずに履くなどたまに成功するネタもあるがその場合はくだらねえよと突っ込んで終わる。主に 爆笑レッドカーペットで披露していたショートネタ。ハイキングウォーキングのミラクルカンフーアクションの掛け声とともに、鈴木がラーメンマンにの紛争。松田は桃白白のような紛争で登場し、私は修行を積んでいるため、しても全くリアクションを取らずにいることができます。と宣言して様々なことに挑戦するが、結局オーバーリアクションを取ってしまい、松田に突っ込まれる。 ネタ終了後、スーパーイリュージョンと同様に松田が、すいませんでしたと言って締める。鈴木の髪を使ったモノマネシリーズ。他のネタと組み合わされることもある。爆笑レッドカーペット第4回で、熊田、雅史とビックリイリュージョンショートショーしたコラボネタを披露し、 レッドカーペットショーにも選ばれたことに始まり、同年12月17日放送から、ブルマパーティというユニット名で参加している。熊田と鈴木の、ブルマパーティのビックリリュージョンショーの掛け声で始まるが、やることは大したことではなく、その度に、松田から、皆さん、目をつぶってれば、すぐに終わりますから、見たことないでしょこんな若、電撃ネットワークですよね、と突っ込まれる。 ネタ終わりに二人で、こかられだけと叫び、最後に、これが、ブルマパーティーのびっくりイリュージョンの締めで、ネタ終了。最終的に松田が、どうもすいませんでしたと謝りながら吐けていくのが定番。2001年6月に結成。松田、鈴木と二人とも自動車メーカー名と同じ名字のため、結成二ヶ月ほど、車というコンビ名で活動していた。車というコンビ名が、 パッとしなかったため、現在のハイキングウォーキングとなった爆笑オンエアバトルには2005年年始から参加。2004年12月に収録された松田の地元、富山県の富山市収録にて初挑戦にして509キロバイトを獲得しトップでオンエアされる。番組で初挑戦でオーバー500を記録した14組のうちの9組目である。 2005年度には2度目のオーバー500を含む無敗で4勝を挙げ、キロバイト6位通過でチャンピオン大会セミファイナルに進出するが6位敗退。2006年度は連勝が6で止まる初オフェアを記録してしまう。4勝目をかけた戦いでも2敗目を喫し、チャンピオン大会の出場条件である4勝目を獲得できず出場はできなかった。 2007年度は再び無敗で4勝4年間ランキング18位でチャンピオン大会に出場するも7位敗退。2008年度は1回目こそ勝利したものの2回目で3敗目を喫し、この年度はこれ以降出場しなかった。制度が変わった2009年度は第9戦に出場しトップ通過でチャンピオン大会出場を決定。ファーストステージを2位で通過し、ファイナルステージに進出したが、 に連覇中のトータルテンボスに、あと一歩及ばずに、後継番組オンバトにも出場。この時すでに全国区の知名度を持っていた。しかし結果は329キロバイトでの8位、オフエアで視聴者投票にも選ばれなかった。キングオブコントでは2008年は2回戦、進出、2009年に準決勝に初出場、その後2011年にも、 再び準決勝に進出している。M-1 グランプリでは第1回大会から出場。2007年から2009年まで3年連続で準決勝まで進み、敗者復活戦にも進出している。2010年、2015年は準々決勝進出。ラストイヤーとなる2016年は2回戦で敗退している。ありがとうございます。